AI に支配されたこの世界では、人間の価値を定めた人間スコアが、その日の食事から進路まで人生のすべてを決めます。未来が決められた世界であがく少年の姿を描いたジュブナイル SF ホラーアドベンチャーゲーム、少年期の終わりを紹介します。主役は人類最低の人間スコアと定められた学生ジョバンニ。機械からも人間からもいじめ抜かれ、人生のどん底を過ごしていました。しかし彼には隠された特技があります。 AI に支配されたゆえに廃れてしまった技術であるハッキングを父親から継承しています。マップの中での謎解きや、アンドロイドやロボットである敵そのものをハッキングして、その内面に踏み込んでいくなど、ゲームのギミックとしてハッキングの力を使い、この閉塞した宇宙を変えていくことになります。この宇宙を変えていく彼らの旅路の果てに、少年期は終わるのか。少年期の終わりは Steam でのリリースに向けて現在鋭意開発中。残念ながら再び延期が告知されることになりましたが、ぜひウィッシュリストに登録し、応援よろしくお願いします。少年期の終わり、さらなるクオリティアップに期待しましょう。